隣の家に住むこのハイスペ女ネモというやつ、突然勝負を仕掛けてくる初対面なのに、この女が今回のライバル枠かなとしぐれ思っています。この女はなんかもともと初心者じゃなくて、そうなんかチャンピオンクラスっていう強い人やったらしいんやけど、私の素晴らしい才能でコテンパンにしちゃったわけ。そうもうこの人もね、新しくポケモンもらってたからね、レベルの差があんまない感じでやらせていただいたんで、まあコテンパンにしたんですけれども、通称ペパーくん、ペパーくんって今いるらしいですね。メインヒロインやぞ。そうなんですか。え、ネモさんはよくわかんないけどヒロインらしいです。コメント欄によってカツアゲ現場をね、しぐれ見ちゃったんですよね。何してんのって、ね、ネモさんがやってくるわけです。どこで見てたんだいと。もうダメだよ、うい、ポケモン勝負するなら私とって言ってきたんですよ。ちょ、これやばくないですか。え、独占欲可愛い女ってこと。え、でもなんか良くない。ちょ、キュンってしちゃったよ、しぐれうい。これもう私他の人と勝負したらあかんのかって思いつつ、このね、独占欲にキュンってね、しちゃいましたね。いいと思ったら、高評価、グッドボタン、チャンネル登録、お願いします。チュッ。